皆さんこんにちは、応接12月の5日と6日に琉球ゴールデンキングス対アルバルク東京の試合が行われました。結果としましては1勝1敗になりました。アルバルク東京との感想としましては、1試合目はすごい良かった、2試合目がどうしてそうなったってやっぱり思っちゃいました。またその感想を述べていきたいと思います。もしよろしければ、最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。1試合目は見応えのあるいい試合だったと思います。選手全員がのびのびプレーしていて、それぞれ選手にいいプレーがありました。岸本選手のアグレッシブなディフェンスステップバック3だったり、やっぱりクーリー選手で言ったら東京を突き放すあのバスカンだったり、1試合目で僕一番印象に残ってるのは今村選手。今村選手が中で切り込んで入れてたり、ペリメーターからのシュートもあれば、あとはスリーポイントもきっちり入れ、そしてルーズボールに対しても果敢に追っていたシーンっていうのがとても印象に残っています。第1戦目の MVP で今村選手が呼ばれたんですけども、僕は全然もう納得です。今村選手が一番印象には残った試合となります。1試合目のシーンって悪い点で言いましたら、4クォーターのちょっとしたイージーなミス、あのトップで田代選手とクーリー選手の連携がうまくいってなくて、アルバルク東京が速攻入れたんですけども、アルバルク東京ここでもしかしたら天気になるんちゃうかなっていう風には思ってたんですけども、やっぱりアルバルク東京そこをついてどんどん1クォーター2クォーター3クォーターは勝ってたんですけど、やっぱり4クォーターでちょっとまたじわじわ差が縮んでしまって、琉球がちょっと不用意に追い詰められてしまうという、またちょっと名古屋戦と同じ悪い点が出まして、それでも最後クーリー選手のバスカンで琉球が踏ん張れたっていうのもあって、1戦目は勝利できて気分は良かったんですけども、2試合目がなぜそうなった。アルバルク東京が直近の試合でちょっと負け続けてて、やっぱりもうこれ以上負けてはいけないという意気込みと、やっぱりスタートダッシュは良かったっていうのもあるんですけども、琉球のシュートがマジ入んねん、って思いましたね。点数入れてた選手っていうのが、大小関係なく見ても6選手しか入れてなくて、オフェンスディフェンスでのやっぱほころびっていうのが多かったと思います。やっぱり2試合目は東京側としてはすごい伸び伸びプレーしていました。点差が離れてるっていうのもあるんですけども、リバウンド特にね、やっぱクーリー選手に対するもうチェックってすっごい厳しいですね今。前からももうシーズンが進むにつれて、もクーリー選手がついた瞬間ダブルチームも行くよりも相手チーム対策してきてますので、そこでやっぱ潰しにかかってるっていうのもあって、クーリー選手のリズムも取れなかったりもあるし、アレックス・カーク選手にやっぱミドル打たせちゃいけないっていうのがよく分かりました。アレックス・カーク選手やっぱ中でも外でも打てる選手なので、やっぱりそこをきっちっと止めないと、もう1クォーターの時にもう2連続3連続8-0のランとか決められたりとかもあったので、そこでまず東京の勢いがついてしまったっていうふうには思いました。クーリー選手のリバウンドが2試合目は全くなかったというよりも、対策を立てられてしまったっていう印象があります。琉球のスイッチするディフェンスなんですけども、確かにスイッチはいいんですけども、ちょっと想定外とやっぱさすがだなって思ったのは田中選手。普通スイッチしたらやっぱミスマッチをつくためにセンター外国人に入れるっていうのが定石となるんですけども、アルバルク東京の場合、田中選手がボール持って、それにマッチアップがクーリー選手になります。クーリー選手がついたとしたら、普通やったらパスで散らしたりとかもするんですけども、田中選手の場合、クーリー選手とマッチアップができてしまうんで、平面のミスマッチを利用して、そこで田中選手がシュートを打って入れるっていう場面もあったら、田中選手がクーリー選手とマッチアップで、クーリー選手がついてしまった場合、打ちます、チェックします、そしたら、リバウンドに入れないんですよ、クーリー選手が。ってなったら、やっぱり、ケビン・ジョーンズ選手とカーク選手の方が、どうしても優位に立ってしまう。そこでオフェンスリバウンド取られて、東京の攻撃が続いてしまって、やっぱり琉球がしんどい思いをするっていう展開が目立ったなと思います。そこをね、やっぱアルバルク東京が弱点つけるっていう、やっぱ実力があるっていうのがすごい印象には残りました。あとは若手の活躍っていうのも、やっぱ東京の方がすごいアグレッシブだったなと思います。2試合目に関しては津山選手もそうですし、特別指定選手の小坂部選手、小坂部選手がすごい琉球と比べてパッスルしてたっていうのが、やっぱ2試合目には印象がすごい強かったです。実際ルーズボールも持ってたし、あとは結構フリーになったシュートは小坂部選手が結構沈めてましたので、そこでやっぱ4クォーター集中の糸が切れたかなと思いました。やっぱ実際9と30なんで、もうアルバルク東京がもうとどめを出して、今回2試合目は大敗となってしまって、1勝1敗なんですけども、得失点差で言ったら結果アルバルク東京の方が優位に立ち、かつ、今回の試合の結果で、
首位が入れ替わってしまいました。三河にあの時勝っとくべきだなっていうふうには思ったんですけども、これから琉球がまたちょっと修正をして、また次のホーム信州戦、信州今ホーキンソン選手がまだ戻ってきてやっと揃った状態になって、かつ京都にもねあのリベンジを制していますので、まあ勢いは強いと思うんですけども、琉球はここは立て直してくれることを信じて、今回のまた信州戦の見どころを紹介していきたいと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上です。